くもの全然用意してなかったやっぺ。書くもの？え、ある？あるよ。え、ペンもあるの？ここなんでいいの？ペンもあるよ。全然いい。2枚欲しい。2枚ごめん。2枚でいい？うん、え、可愛いやつある。え、本当に？ごめんな。先生ポニーお疲れ塾ありがとう。全然これ使ってた。え、ありがとう。へえ。女子力。女子力。え、可愛い。なんだっけ？ココアンド。え、わかんない。わかんない。ペン。あるよ。本当？なんで、なんで優しいんです。すごく。消えた消えた。可愛い。そうそう。あれこんなに可愛いのもらっていいの？あ、いいよいいよ。あ、あった。これなんか全然。あ、いくらでもあのどれかすごい。あ、どう？五個入れるの？そう、五個入れる。こっちしかいない。あ、そういうこと？そう。でもユリのがあるよ。いただきます。いただきます。どうぞ。うん。え、何を書くの？あのね、タワーのお礼。あ、お名前ってこと？そう。へぇ、ショールーム全然やらないから。一回もやったことない？やったことある。え、いいの？そんな見て、うん、入って、ガッツリ入っていい。アイリちゃんが見たいんだよ。違う、みんな見たくないよ。みんなマシロちゃんに、あのアイリちゃんが見たくて背後にしとこう。違うよ、みんなマシロちゃんに揺らいでるから。あ、揺らいでる。私は違った。違う、ユリちゃんにも揺らいでる。ユリちゃんのことはみんな知ってる。本当？本当？え、知ってるでしょ、絶対。え、知らないでしょ。前からの話がすごいし。あ、ほんと？うん。このさ、後ろに椅子置いちゃえば。確かに、おいで。失礼した。私も。これ置いていい？確かに。置いていい、全然。こっちの椅子に。あ、いいよ、全然。でも、千秋楽の週が書けない。秋か。秋？あの、難しい字書いたことない。ね、無理だよね。変換でしたよ。ここが、ゆりこじ。あ、朝5時半配信をみんな知ってる人ばっかりやで。朝5時半にやってたの配信。誰か5時半6時15分だって間違ってますよ。じゃない、ちゃんももだと思うと間違って、ね、ちゃんももだよね、多分5時半はちゃんももだよね。ちゃんももとか言っちゃった。ちょっと見ていい？いいよ。え、これかき氷って緑しかないの？いや、多分私の担当カラーが緑だから、あ、そういうこと？多分そうだと思う。この色もあるんだよね。やっぱり不安定です。失礼しました。こんばんは。試験さんもたくさん来てくれてる。担当カラー緑なんだね。ハサミ持っている方いらっしゃいます。ハサミはないな。はい、あ、先週役になっちゃった。どう見て、先週役触らんとこ触らんとこ。本当に私倒すわ。先週役、え、開けてあげようか。ラルム、昨日の分ありがとう。ちょっとワンちゃん、うん、取り急ぎですもん。見ててやろうじゃないか。早っ。ダメでした。諦めんの早っ。おー、ありがとうございます。ひえひえ、いえ、今スクショされてるから決め顔しよう。いえ、かっこう。もっ、もっ、もありがとう。続いてクリポン、ありがとう。半目はあげるなよ。あげるよ。漏れてるやつだけ可愛いかしてくれよ。どんな顔でも可愛いよ。オタクが湧いたね。オタクがいるぞ。どんな顔でも可愛いよ。アイリー、イエイ、俺のアイリー。なんか実はね、私たち同い年なんですよ。あ、そうなんですよ。そう、びっくりじゃない。ファンからなんて言われてんの？アイリー、アイリーちゃん、アイリー、アイリー、アイリーちゃんが多いかな。アイリーちゃん、うん、アイリーちゃんが多い。あかつき仮面さんめっちゃ久しぶりだわ。あれ、ん、ゆりちゃんのファンとかじゃ、うん、ゆりちゃんのファンでしょ。元気印って書いてる。あかつきさん、うん、かつき仮面、あれ、なんかめっちゃ昔来てくれてた気がする。ありがとう。あ、いちご味のかき氷だ。あ、本当だ。え、ピンク好きなの？多分。多分何よ。でもかき氷だったらいちごが好き。お、そういうことなの？何味が好き？私みぞれ味が好きなの。じゃあ白、白はないでしょ。うん、白はないと思う。みぞれ何？何が好き？みぞれってあれだよ。透明のやつ。そう。え、味ついてないやつ。氷が好きってこと？違う、甘いのめっちゃ。なんかただの砂糖蜜みたいな。うん、あ、へえ。そうけど、みぞれ知らない人結構多い。なんか地域
あるとこないとこもあるみたい。そう、みぞれはあの美味しいんだよ。私あれがいい。何？いちごに練乳かける。いちご練乳、うん、練乳ない可愛い時はかき氷食べない。食べないの？食べない。マジ？え、いい、いらない。じゃあ練乳が好きってこと？うん、可愛い。似合う、練乳似合うな。そこちはある。みぞれ何県出身？高知。あ、そうなんだ。そう、田舎娘です。イエーイ。高知。みぞれってどこ発祥なんだろう、調べてみよう、ね、気になる。先週が終わりました。お疲れ。血管湧かない。頑張ったね。頑張った。どうですか、千秋楽を終えて。え、まだ実感湧いてないな、正直言う。そうだよ、確かに。うん、いや、明日とか2日くらい経って、あ、もうないんだって思った時に、うん、なんかやっと寂しくなってきて、寂しくなってきて感じがするな、今回は。まあっという間だったからね。うん、しろちゃんナイスビンタでした。だって今日のね、昼公演はちょっとね、弱かったの。あ、そう、昼公演ちょっと弱かったよね、思った。そうなの。うん、でも、うん、夜は、うん、もう最後だし、ぶったたこうと思って。めっちゃ決めるわ。やったもん勝ちだよ、もうね。やったもん勝ち。あはっちゃん、ありがとう、ね。ありがとう。でもう一枚もらいます。すいません。すいません。今日ナイスビンタって言われた、あきばさんに。え、まだね、うん、ビンタした後喋ってない。喋ってない？あとで感想聞きたい、ね。あのさ、やっぱ毒薬だからさ、なんつうの、お芝居してる最中、なんつ本番中、確かに喋りかけちゃいけないかなと思って。確かに秋葉さんそんなことないんだけど、うん、なんかこっちが遠慮しちゃうから、確かにできるだけ触れないようにしてた。千秋楽って書いちゃう、さっきから千秋楽、千秋楽漢字弱いのバレる。え、漢字弱いの？私漢字無理だよ、こんな頭いい。いやいや、漢字が強い。夜は快音でした。ビンタした後喋ってないって本当の喧嘩っぽい。ビンタした後、ね、私死んでるから、うん、役としても喋らないし、まあね、でカーテンコール終わったら、あ、あれ、秋葉さんってどこにいんの？逆側？上手？あ、上か、上か、上か、うん、そうだね、そうだね。あ、そうだから終わ、会う機会がなかった、ね、そう、会う機会がなかった。そのまま楽屋に帰られたので、帰られたので、でもまあ、あの、ね、気さくだよね、めっちゃ普段。そうね。じゃあビンタの話聞く？聞く。あの、私最初は稽古中、うん、まあ稽古後に遅かったんですけど、うんうん、その稽古中はビンタのフリをしてたの。そうだったね。で、うん、でもなんか、まあ、演出家の方と秋葉さんから、うん、本当に叩いていいよって言われて、うん、でも私ビンタをしたことがなかったから、今まで人生、うん、そう、人を叩いたことがなくって、そう、意外なんだけど、うん、意外、お芝居でも。実生活でも、うん、あの、実際ね、ゲームの中で人を殺すことはよくあるんだけど、ね、実際に人を叩いたことがなかったから、うんうん、どう叩いたらいいか分からなくて、うん、でまず練習してもらさせにさせてもらいに行って、うん、どう叩いたらいいですかって、じゃ、うん、耳に当てないようにとか、顎に当てない、ここ、そういうのいろいろあるんだ。なんか顎に当てるとノシンとなっちゃうし、うん、耳に当てるとキーンってなっちゃうから、そのほっぺに当てるように、ここか、そうそうそう、なるほどね、っていうので叩かせてもらう。でも絶対これでも痛い、ちょっと痛いからさ、そうそうそう、え、ちゃんと痛いはずなんだけど、うん、でも稽古中ずっと弱いって言われて、確かに弱かったと思うんだけど、やっぱ怖いじゃん、本番ね、すごい張り切ってる。張り切ってる、何で痛いか分かんないけどさ、あの、私が秋葉さんの顔が、うん、ビンタしにくい顔なんですよねって言ったら、うん、あの、裏動線で目が合うたびに変顔してくるようになって腹立つ顔してくれてたの。面白い、優しい、ね、いい人だよね、うん、いい気遣い、ガチ気遣い、めっちゃ叩いて、で、うん、あ、絶対痛かったの、昨日かな、うん、めっちゃなんか痛かった時あったよね、あ、ドンみたいな、ドンみたいな音がマジで、うん、いったなみたいな、鈍、うん、そうな音した、ね、いったなみたいな時があったの、うん、で、それ、すいません、マジ痛かったですよね、今のはさすがにって言ったら、うん、いや、全然、もっと倍でいいよみたいな。優しい、優しい、実際痛いはずなんだけど、うん、ありがたかったな、ありがたかったね、ありがたかったね、優しかったです、みんな。ということで、はんちゃん、ありがとうございます。イエイ、にゅん、にゅん、九八コンビの今、鼻水がおじさんがいる、おじさんがいる、イエイ、ありがとう、はんちゃん。逆に
トンちゃんと。あ、トンちゃんと。え、これ言うのやめ。最後のアクシデントは言うのやめよう。え、何これは。そうね、あったんだよね。そう、アクシデントあったんだけど、後でゆりちゃんだけの話、ね、やったね。そうで、なんだろうな。でも仲良しでしたね、結構仲良しでした。でもなんか、いい人だったね。うん、なんか結構初めてこう歌声合うねって男性と歌ったことあんまりなくて今まで、うん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 、でもトンちゃんとの歌声合うねってマネージャーさんとかだったりメンバーだったりいろいろ言われて、あ、そうなんだなって思いました、うん、確かになんか嬉しい。そのイメージ多かったら、そう人とで歌うイメージあんま自分もあんまりないんだけど、うんうん、めっちゃね、初めてやった気がする。うわなった。でも絶対合わせてくれてただけだと思う。うますぎるから人に合わせられる人なんだと思う。一回がっつり席してくるわ大丈夫かエンダーイヤー書き消してあげる。こういうことか。席を書き消してエンダーエンダーイヤーね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 ー大丈夫で、ありがとうございます。一回お水飲んでいい？ちょっとこれ、待ってください。あ、すいません。みんな白。うん、あ、これってどっちがさ、コメント欄。あ、上が最初に、うん、下に下げれば、うん、下に。あ、そうそう、歌詞そこしかわからないんですけど不安定。クリポンさんのはね、立ちなさい、やりましたよ。立ちなさい。ありがない。ん？画面がさ、ゆいちゃんこうなっちゃう。感想。感想？うん。感想？うん。え、楽しかったです。らしいです。難しい感想。え、どんなこれどんな？難しいよね。例えば。鈴。まあね、結構。え、大丈夫そう、あのね、アリちゃんの、うん、アリちゃんの勝負、大丈夫。全然いっぱい語って。あ、本当に、うん、なんだろう。でもすごい、でもやりやすかったっていうか、うん、めちゃめちゃピュアだったよね。ハマり役だったよね、めちゃめちゃ、うん、そのピュアさはユリ自身持ってるしさ、うんうん、うんでもこういう役多いからかもね。あ、そうなんだ、うん、やっぱり子供っぽいとかそういうペアの役がすごい多いから、うん、結構やりやすかった。確かに確かに。愛理ちゃんはどんな役を演じたの？私でも意外とね、なんか娘役、なんか明るい、なんとかだよねみたいなのが多かったの今まで。あ、そうなんだ。そう、珍しいじゃん、伝わ。そう、うん、でもここ最近ちょっとシリアスが入る役が増えてきて、うん、私もちょっと見た目がさ結構大人っぽくなったよね、あの頃より。そうだからなのかなとは思ってる。もう今なんか昔みたいな元気役来ないかもなって思うようになったけど、根がそんな明るくないからちょっと辛かったんで、明るい役辛いっていうか、あ、でも分かる。そう、正反対だから大変だったけど、今はこうスッとやれるのかなって、シリアス系の方がみたいなイメージはあるかもにゃん。そう、なるほどにゃん。ね、キャラ似てるよね。そうね、俺ここまで強くないからね、きつかったやろ。うん、なるほどね、確かに子供すぎていろいろ話すのはそんなにパッて言えるタイプじゃないから、うん、結構すずちゃんは何でも言えちゃう。確かにすぐ気持ちが言葉に出る人だったね。まあ、そんな感じです。そんな感じです。ありがとうございます、見てくれて。いや、皆さん本当にご来場いただきありがとうございました。イエー、配信で見てくれた方もありがとうございました。ありがとうございました。だからね、 DVD とかもね、発売決定、うん、したのかな。8月1日の19時から予約できるらしいので、もう一回見たいよとか見れなかったよって人はぜひお買い求めください。じゃあ私たちはイエーイです。イエーイです。疲れた体を癒します。はい、じゃあありがとうございました。じゃあありがとうございましたってなんだよ。バイバーイ。バイバーイ。アクアイ2ジョシーズでした。
バイバイ。ちょっと今日はランキング答えさせていただきます。すいません。バイバイ、ありがとうございます。